どうも、皆さん、こんにちは。着伐です。えー、本日はね、えー、今週の特旅マイル、えー、キャンペーンで、ね、対象路線とね、えー、必要マイル数発表されましたんで、えー、今回もね、えー、紹介していきたいと思います。 で、えー、今回の特、えー、ビマイルキャンペーンの予約期間が11月の13日、もう始まったようですね、えー。11月の13日から11月の19日が予約期間。で、えー、対象区間、えー、対象登場区間が14日から11月の20日までということで、まあ、この特ビマイルキャンペーンっていうのはね、 まあ、減額マイルキャンペーンって言い換えてしまって、まあ、いいと思うんですけども、え国内線の、えー、必要マイル数がね、本来の必要マイル数よりえ、まあ、少ないね、マイル数で、まあ、行くことができるということなので、n ね、マイルをね、保有されている方は、まあ、お得に、えー、その路線がね、利用できるということで、ぜひね、狙っていただきたいなと思っております。で、今回のですね、 え、必要マイル数ね。もうずっとここに <laughs> 出しておきますけども、えー、今回の必要マイル数なんですけど、まあ、3000マイル、4500マイル、7000マイルっていう、 振り分けてね、今回分けられてるんですけども、本来この3000マイルの必要マイル数がね、本来6000マイルのところが、まあ3000マイルっていう、区間に、まあ基本的にはね、設定されてるんですけども、ちょっとね、今回だけマーカーさせていただきました。東京羽田発の、え、か内。いこれだけあれなんかおかしいなと思って、すごい飛行距離長いな、ここと思って、まあちょっと調べてみたらですね、やはりですね、この路線だけ、 本来7500マイル必要な路線なんですよね。まあ、それが片道3000マイル。まあ、片道7500マイルのところが3000マイルということで、まあ、本来ね、7500マイルの区間って、この特旅マイルキャンペーンでも基本的には4500マイルのくくりに入るんですよね。まあ、これがエラーなのか、たまたまなのかはわかんないんですけども、いや、ここね、非常にお得ですね。まあ、本来7500マイルの区間の、 えー、東京稚内路線がですね、何、え、度、ー、片道3000マイルですんで、えー、往復してもですね、あのー、普段の必要マイル数の、あのー、普通の必要マイル数よりね、少ないマイルで、えー、往復することがね、できるということですんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あのー、利用される予定の方はね、ぜひ狙っていただきたいなと思います。まあ、ちょっとね、もう11月も過ぎて、まあ、私神奈川に住んでるんですけども、まあ、神奈川でもね、 だいぶ寒くなってきましたんで、まあ北海道はね、まあ雪も降ることもね、だいぶあると思いますけども、でも片道3000マイルだったらいいですよね。往復で6000マイルですからね、北海道まで行けて。で、今回のね、注目路線としてはやはりこの東京湧かない、まあ一番 あの、すごいですよね。お得度という意味では、やはりここかなっていう感じですね。で、えー、今回もですね、東京発の、えー、北海道がまあまああるかなっていう感じですね。で、えー、今回ね、一番注目したいのは、まあ、あの、先ほど言った3000マイルの東京稚内区間もあるんですけども、今回ね、なんと羽田沖縄路線入ってるんですよね。まあ今ね、えー、この11月の、えー 11月の今のシーズンは一応レギュラーシーズンということで、まあ本来はね、片道9000マイルかかるシーズンなんですよね。今東京、沖縄、東京、羽田、沖縄っていう路線が。これがなんとですね、今片道7000マイルで行けるんですよね。だから本来の必要マイル数より2000マイルね、まあ少ない。 マイル数で、東京、沖縄間行けちゃうんですよね。これ、片道、まあ、往復だとですね、まあ、1万4000マイルということで、まあ、本来のね、必要マイル数より、えー、4000マイルね、少ないマイルで東京、沖縄旅行できちゃいますんで、いや、これ、おそらくですね、かなり予約、え、混み合うんじゃないかなと、個人的には予想しております。 SFC 修行とかもね、えー、される、えー、結構ね、有名な路線でもありますし、まあ、やはり沖縄で、私ね、えー、この特旅マイルキャンペーンで、東京、沖縄入ってくること多分ないんじゃないかなってずっと思ってたんですけども、まあ、完全に予想外れましたよね <laughs>。いや、正直驚きでしたね。えー、今回のね、特旅マイルキャンペーンですね、えー、入ってきたんですね。うん。まあ、ぜひね、近々、まあ、この、 この今週の特旅マイルっていう名前の通りね、あの、利用期間は、え、来週の、え、11月のね、20日までしかね、利用できませんので、まあ、あの、今ね、え、マイルをちょっと持っていて、急に休みが入ったとかね、そういう方はね、ぜひね、あの、この機会に沖縄、沖縄とかね、湧かないとかね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今回のね、 この動画、まあ、特ビマイルキャンペーンのね、動画は、えー、毎回ね、出るたんびに動画作らせていただいてるんですけども、えー、毎回言っております。ANA のね、このキャンペーンっていうのは非常にわかりづらいんですよね。うん。この特ビマイルのね、表も、あのー、もうちょっとね、なんかわかりやすい方法ないのかなと思いながら、まあ私、私が、私がちゃちゃっと作って <laughs>、バンって出してるんで、まあ、あの、 動画を見なくてもね、サムネイルを見るだけでね、えー、路線分かればいいなと思いまして、毎回この動画を作らせていただいております。で、最後にね、注意事項ですね。えー、毎回言わせていただいておりますけども、えー、a n l ね、この減額マイル系、まあ必要マイル数が少ない、えー、マイルのキャンペーンはですね、基本的にインターネット限定のキャンペーンですんで、えー、その点だけね、気をつけてくださいね。えー え n えのデスクに電話して予約を取ると、えー、普通のマイル数が、えー、差し引かれますんで、えー、ちゃんとね、えー、アプリもしくはインターネットで、え、えねのね、インターネットのサイトで、えー発、えー、予約から発見までね、すべて行うと、えー、最終画面でね、え、マイル数が少ないマイルで利用できますんでね、えー、ぜひね、あの、インターネット。 もしくは、ウェブ、えー、アプリでね、予約から発見までね、行ってください。で、えー、昨日ね、出させていただいた、えー、羽田、バンコクの、えー、年末年始スペシャルハーフマイルキャンペーンですね。えー、ぜひね、そちらも、あの、動画、えー、出しておりますんで、えー、ぜひね、 あの、こちらも、まあ言ってしまえば、減額マイルキャンペーンなんで、えー、ぜひね、そちらも一度見ていただいて、まあ、えー、今週のトークタビマイルはね、まあ来週なんですけども、えー、この年末年始スペシャルハーフマイルキャンペーンは、えー、11月の、えー、12月の25日から年明け11月の3日までという路線で、えー、かなりね、予約が混み合うと思うんですけども、えー、なんとね、ビジネスクラスが 往復で31,500マイルでね、発見できちゃいますんでね。えー、これはお得ですよね。しかも年末年始ですからね、やはりスペシャルハイシーズン間違いなしですよね。利用できる方はね、そちらぜひ、えー、利用してみていただけたらなと思います。で、今回の動画のこの特ビマイルキャンペーンですね。こちらも毎回言わせていただいてるんですけども、特、えー、ビマイルキャンペーンで、えっ、ー、と、ANN ね、国内線の、えー、航空券。 え、利用済みの航空券はですね、日本デルタ500マイルキャンペーンだったかなえ、ちょっと名称がちょっと <laughs> 前後してるかもしれませんけども、あの利用済みのね、え、ANA の特典航空券を、えー、申請するとですね、デルタのマイレージサービスがね、なんと、 一路線で500マイル貯まるっていうキャンペーンをねえ。まあ、ずっとやってるんですよね。まあ、ちょっと2020年以降はね、あのー、継続になるかわからないんですけども、今現在、2019年現在はね、やっておりますんで、で、デルタマイルはですね、えー、有効期限もありませんので、まあ、溜め放題っていう感じですよね。ANA みたいに有効期限を設けてないので、まあ、必要マイル数までね、貯まることができれば、え特、ー、典航空券に交換できますんでね、ぜひね、 あの、国内の特典航空券はね、無駄にしないで貯めるようにしていただけたらなと思います。で、あの、詳しい手順なんかはね、えー、別の動画出しておりますんで、まあそちら見ていただいてね、えー、ぜひやってみてはいかがでしょうか。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、 普段のことからね、えー、ポイントサイトの案件とかもね、えー、つぶやかしていただいたりしております、えー。この私の動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA ごと、えー、ANA マイルを貯める実際のポイントサイトの運用方法なんかもね、紹介させていただいています。それ以外には飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、えー、お得情報、クレジットサ、えード、私の大好きな街はね、ニューヨークの紹介なんかもね、させていただいております。もしよかったらぜひ。 チャンネル登録していただいて見ていただけるととても嬉しいです。えそれではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ